はいさあ、調子は会長会長です。ああ、今日はね、なんか大谷選手がなんか腰痛かなんかで試合に出れなくて、でもダルフィッシュ投手右投げでしたっけ、左投げでしたっけがね、まあ頑張られたっていうことで。素晴らしいっていうやつですね。まあ今日現地はね、母の日っていうことで、ジャックフルーツっていうやつですかね。これいただいてきました。お裾分けですね。ミスター T さん、ミセス N さん、ミセス N さん、ミセス N さんありがとうございます。なんか甘いいい香りの感じですね。ケーキをいただいてきた。甘いのがいっぱいっていうやつですね。美味しそう。ばったりね、元店のね、店のっていうか、キッチンのね、おばちゃんに会いまして、Kさんっていうんですけど、チョコレートとね、さつまいもをいただきました。なんかね、もう本当いただき物だね、いっぱいいっぱいって感じで、どうもありがとうございます。これは食べたことあるのかな、皆さん。ジャックフルーツって食べられたことありますこれね。なんか食べたような気がしますね。いただきます。うん、なんか甘いような感じですね。香りがなんか不思議な香りしますね。うん、あ、いい、滑るこれ。種が入ってました。種。種も仕掛けもありませんっていうやつじゃなくて、種がありますみたいなやつですね。おいしい。なんかね、世界中にはいろんなフルーツ食べ物ありますよね。幸せですね、いろんな国のね、食べ物が食べれて。うん、美味しいのは美味しいですよ。ただなんかこう味わったことのないような感じの味わいですね。焼き芋、石焼き芋みたいなやつですね、これね。いやー、美味しそう。これね、皆さんご存知ですか？何が何が言いたいのみたいなやつなんですけど、これね、皮を剥いて食べると僕胸焼けするんですけど、皮ごとね食べると胸焼けしないんですよ。俺だけかな、誰かから聞いたんですよね。皮を食べると胸焼けしないよって言われて、これプラシボ効果かな。皆さん、お芋を食べるときに皮もね召し上がった方がいいかもしれないっていう話ですね。うん、美味しそう。うん、チョコレートもあるんですけど。うまい。
うん、幸せですね。まあ今日はですね、こういっぱいいろんなところからいただきものをいただきまして、ハッピーハッピーというやつですね。あいう絵を描きこけこうなんですけど、うん、まあね、やっぱこう生きてるだけで丸儲けね、健康に勝る贅沢なしっていうやつですね。うん、そんなところですかね今日は。うんうん。ということで、まあね、大谷さんをね見ることができなかったのはちょっと残念ですけど、まあね、かなり頑張っておられるんでね、たまにはこう骨休みも必要かもしれないですね、大谷さんね。まあまたね、復活していただいて、また活躍してほしいですね。まあでも今日はね、ダルフィッシュさんがね、こう高騰されたみたいで素晴らしいっていうやつですよね。いやー、ありがたいですね。まあそんなところですね。あし、また野菜、またベジタボー、あピピ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 ピ